朝日岳は栃木県那須郡那須町にある標高1896メートルの火山。日本百名山の一つである那須岳の数峰、日光国立公園にある。那須岳の峰峰では3番目の高さであるが、最も鋭い峰である。朝日岳火山は、約20から10万年に活動した安山岩の清掃火山で、三本槍火山の崩壊地形を埋めて成長した。 朝日岳の南南西約1 8キロメートルには火山活動中の茶臼岳火山がある。深田久屋は自身の著日本百名山の那須岳の塔で、朝日岳の岩の盛り上がりは河口壁の名残と言われていると記している。主な登山ルートは2つある。1つは栃木県道17号那須高原線の那須ロープウェイ、那須山6駅からロープウェイ経由で茶臼岳に登り、 その北側の山腹にある、峰の茶屋に降りて、そこから朝日岳方面に進むコースであり、もう一つは、道17号線の、峠の茶屋駐車場から徒歩で、峰の茶屋に向かうコースである。いずれも、峰の茶屋からは一本の登山道を、朝日岳に向かう。朝日岳の山腹は、旧街が続き、茶臼だけ、峰の茶屋から剣が峰を巻いた先の登山道には、 旧街を見下ろしながら進む箇所や、砂力で滑りやす場所などに、鎖が設置されている。山頂や登山道に木々は少なく眺望が良い。ありがとうございます。